来月3月21日にオクタビアレコードより2枚目のソロアルバムをリリースいたします、サクソフォンの花輪美里です。今回の CD は実は今年私がソロリサイタル10周年を迎えます、はい、そして今回の CD の内容は、最初サンサースのロンドカプリチオソ、はい、バルトークのルーマニア民族舞曲、はい、ファリャンのスパニッシュダンスやスペイン民謡組曲などが入っておりますが、全てサクソフォンのオリジナル作品ではなく、はい、アレンジものとなっております。そうですね、はい、そして特にロンドカプリチオソやルーマニア民族舞曲などは、はい、かなり技巧的にも高度なものが求まる、ね、はい、そうですね、という音域がとても広いので、あ、そうですか、はい、ラジオなんかがバンバン出てくる作品になるんですが、はい、実は私が留学していたフランスという国では、はい、そういった作品を難なくこなす奏者たちがたくさんいらっしゃいまして、あ、そうです、はい、私もすごく憧れを持ってその曲にいつか取り組んでみたいなという長年の夢ではありました、はい、なので今年10周年ということで目標にして、これをぜひ CD という形で残したいという気持ちで取り組んでまいりました。はい、それでだから、ね、第1周目との何ていうかな、はい、違いというか、はい、1周目との、そうですね、差ですね、はい、1枚目は2014年10月にリリースしたんですけども、はい、その時はエリット・ピアフを称えてという1枚目の CD はほぼ、ね、はい、全てフランスの作曲家で揃えまして、はい、私がフランスに留学していたというそういう印象的なCD になるのではないかと思いまして、はい、1作目はほぼフランス作品、そして2作目はまあ、サンサウスもありますがバルトーク、ファリアといったいろんな作曲国の作曲家を集めて、まあ、ざっくり言いますとパッショナートな曲、情熱的な曲が多いんですけれども、はい、そういった本当にコントラストになっております。1作目と2作目はかなり違う、はい、印象も入ってますよね。入ってますね、はい、カフェという曲が入ってるんですけども、やはりパッガラッと雰囲気を変えた2作目の方がどちらかというと印象的といいますか、インパクトがあるのではないかと思います。テクニカルな面でも、はい、そうですね、かなりレベルアップしたと思いますね、1作目より、はい、ちょっとやそこらじゃ吹けないような作品だったので、かなりたくさん準備をして取り組みました。指使いなんか大変だったでしょう。そうですね、指使いもですが音程、音色とか、そうですね、はい、それを全部配慮しないといけないですね。そうですね、はい、また弦楽器の作品も多いので弦楽器でどうやったら表現したら、はい、いい表現ができるかというのを管楽器でしなくちゃいけないということは、そうですね、またちょっと考え方を変えてそのまま表現してもうまいこと表現できないこともありますので、はい、ちょっと考えてサクソフォンではどういったアピールをしたらいいかというのもアレンジした段階でも、はい、考えました。はい、で今度あれですか、このプログラムで2週の内容のプロでリサイタルを考えてらっしゃったんですか。はいはい、そうですね、大体この CD のために何度もリサイタルはこの CD の曲で、はい、したので、はい、まあ、もちろんこの曲も吹きますが今後も新しい曲をどんどんトライして、やはりフルートやバイオリンの作品、とても難しい、はい、サクソフォンにとっても難しいと言われる作品にどんどんトライして、うん、はい、技術を上げていきたいと思ってます。いや本当聞いててすごいな、はい、大変だろうなと思ってそうですね、はい、はい、やはりそこトライすることによって自分の技量も上がっていくと思いますので、ね、はい、ね、はい、なのでどんどんやっぱりいい作品というのを自分でやっていきたいっていうのは、比較的でも女の方、はい、サクソフォン取り込まれる方多いですよね。はい、そうですね、かなり人気がある楽器だと思いますので、ああ、見た目的にも華やかですし、はい、まあ、これから来られる方に対して何か、はい、お気づきの点なんかおっしゃることありませんか。はい、そうですね、やはりサクソフォンっていうのは、はい、ベルギーで生まれてフランスで伝統が育まれた、はい、はい、楽器なんですけども、はい、やはりそのフランスに伝統的な音色、はい、いや 音作りの秘密があると思うので、はい、フランス人の奏者の音色
いや、やはりフランスのそのスタイルをみたいなのをちょっと反映してるわけですか。はい、あの聞いていただけたら、やはり音色から全く違うものなので、そこら辺も聞いていただけたら、あの嬉しいなと思います。ああ、そうですか、はい、いや本当にあの女の方が随分気持ってね、はい、あのいろいろ動いてらっしゃるのを見かけるので、はい、やっぱり人気あるのかなと思う。そうですね、やはりクラシックだけではなくてポップスやジャズなんかもあのサクソフォンではあの人気がある楽器なので。初めからサクソフォンでスタートされたわけじゃないんですよね、はい、他の楽器。はい、私は3歳からピアノをやっておりまして、はい、途中でサクソフォンにチェンジしたものですから、はい、なのでどちらかというとピアノの曲いやその弦楽器の曲の方が馴染みが深いんですね。ああ、はい、そうですか。なのでそっちの曲にどうしても耳がいってしまうというのもありまして。ですよね、はい、そうです。